階段アミーゴ。普段まあイベントとかで僕もあの喋らせていただいてるんですけども、そういったイベント会場でですね、あのよくご一緒したりしてですね、すごいいい話を、というかしてくださるというか、本当に体験なさってるというそういう方なんですけども、あの DJ のヒロリーさんでございます。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、はい、私のこれ小学校の時の話なんですけれども、私あの軟式のテニス部にいまして、でいつもあの夏休みに山中湖に合宿に行くんですね、うん、であのそこの立地的には本当に山中湖のもうなんていうんですかね、湖畔っていうんですか、すぐそうですね、に宿舎があって、でその宿舎の裏にテニスコートがあってっていうところなんですよ。なんで、まあ昼間練習してますってなった時に、ちょっと湖の方でザーザーし始めてたんですよ。でなんかみんなちょっと気になって、あれみたいなことを誰か指さして言ったんですね。そしたらその山中湖の、まあ、釣りをしてるボートがあったんですけど、それが今まさにこう転覆というか傾いてこうなってる状態の時で、キャーみたいにみんななっちゃって、でなんかおじさんがさっきまあ釣りをしてたなっていうのはみんな分かってたっていうか見てたんですよね、うん、でまあまあやばいみたいな話になって、もうコーチとか泳ぎに行くコーチもいたし、あと警察呼びに行く人とかもいて、2名ぐらい行ったんですよね、コーチが。で、まあ、結局ちょっとそれが助けられなかった。で、うん、まず後で警察とかも来てもう探し回ったんですけども、もうその日は見つからなかったんですよね。まあ、そんなこともあって夜、まあ、寝る前とかもうみんな意気消沈して、ちょっとなんか残念なことがあったよねみたいな話をしてたんですよね。でもう寝る間際なんですけど、もうその2階建てなんですよね、そこの宿舎の私が寝るところが。で多分十何畳ぐらいの畳の部屋でみんなでこう布団を並べて、じゃあ寝ますよみたいなところで、ちょうどなんかこうみんな、ま、縁型になって話をしてたんですよね。でなんかまたその昼間の話みたいなのをちょっと今日本当残念だったよねみたいなのみんなで話していたら、まあ、カーテンがドア窓のところ閉まってたんですけど、いきなり窓からバンと音が聞こえたんですよ。でみんなキャーってなってバーってあの窓側から避けてドアの方にバーって逃げたんですよね。だからみんな聞いてるんですよ、その瞬間っていうのも、え何何これみたいな、もうざわざわし始めて、でもそう鳴ったのが何なのか知りたいじゃないですか。そのまま寝るわけにもいかないので、でもカーテン閉まってるんですけど、一番上級者の人がそうカーテンをバッと開けたんですよ。そしたら泥の手形がそこにベチャッと、というお話、もうまさに本当に 今泥だらけの手っていうのがそこの窓の裏側にベチャン。それ外誰か見ました？いや見れないです、見れないです。っていうか2階ですから。という話ですね。いやさらっと何の音か気になるから見に行くみたいなこと言ってたけど、僕は知りたくないですけど、ね、ドーンと落とした後見に行かないですけどね、怖いから。すごい体験してますね。もうみんなその経験でその、まあ、後日談じゃないですけども、はい、結局その方はあのなんか藻がすごくってそれに絡まって、あ湖の底が、そうですね、その男性はそうですね、そのまま、まあ、引き上げられたんですけども、その日のうちじゃないですよね。その日のうちじゃないです、はい、もうその日はもう夜になっちゃって捜索も終わっちゃったんですよ、はいはいはい、うん、で次の日からなんかに、まあ、そういう状態でみたいな、まあ、あれはもう誰でも助けられなかったよねみたいな、そういう話。うわきついっすね。ですね、という話でした。 ありがとうございました。